誰だお前ら。あ、これは多分だよね。髪の色同じだし当たりなんじゃね。おい、何をこそこそ言ってやがる。兄の方は随分と柄が悪いようだ。ヤサ男に兄と呼ばれる覚えはないが、お前たちエドナを知っているのか。傘を持った女の子ならここに来る前に会ったけど。会った。近くにいるのか。俺はあいつのそばにいるわけにはいかない。船のことも気になるし、早いところ帰り道を見つけないと。待て、妹と合流しないのか。なぜ。死神の呪いに巻き込むことになるからだ。あんたなんかかっこいいな。こんなことならあの子にいろいろ聞いておくんだったぜ。勝ったら一つだけ質問していいとか。ひょっとしてあんたの影響か。お前たちあいつに何かしたのか。一勝負させてもらった。つまりあいつに手を出したんだな。構えろ。妹の敵は許しておけん。お前ら生きてこの場から去れると思うな。ちょっと落ち着いてよ。あの場合は仕方なかったっていうか。兄とはこうしたものだ。兄さんも私が泣かされるとよく飛び出していた。サラは落ち着きすぎだから。とにかく応戦だ。来るぞ。あの子も話を聞かなかったけど。血筋なんだろうな。いい。多勢に無勢だろうとお色にかかっている。サラは戻ってきてくれ。どこかにいい医者はいないものか。つまり、この仲間を。当たり前。ストライク。
忘れず帰る。では一石儲けてもらおうか。分かった、考えておくよ。交流連合だ、やれるよ。効果爆発で氷の槍を強い変化フリーザランカー。炎を巻き込め、炎を力で呼び戻す。打ち込め交流連合だ。グランドだった交流だ。第一の残りに戻す。この槍は
というわけなんだ。なるほどな。つまりあいつが望んだから勝負をしたと。納得していただけたら何よりだ。事情は分かった。お前たちの腕も分かった。言い分は信じてやろう。だが手を出したことは許せん。まだ言ってる。それとも俺が近くにいたせいで死神の呪いが向かったのか。その死神の呪いという法則だが、この世界が混ざり合った場所では影響はないように思う。この場所の基盤はあくまでも我々の世界だからな。なるほど。それならもしかすると、いや、妹に会うのが気まずいのか。お前たちにはこれをやる。俺は俺の好きなようにやらせてもらう。力がみなぎってくる。